障害スポーツの振興と高齢者の生きがいづくりをスローガンに、日本船舶振興会が建設を進めている屋内ゲートボール場スパーク網走がこのほど完成し、その竣工式が行われました。このスパーク網走は平成3年度初めての事業として日本船舶振興会が全国に多くのゲートボール場を建設する事業をお始めになりました第1号でございます。科学のご援助を頂戴いたしまして、このように立派な屋内ゲートボール場が完成をしたところでございます。日本船舶振興会では幼児からお年寄りの方までまだスポーツやさまざまな行事と地域の住民の方々が幅広く多目的にご活用いただける屋外ゲートボールスパークの建築に対し重点的に補助を行うことをいたしました。こうした中で冬の厳しいここ流氷の町網走市におかれましては、市民の方々のご熱意の結実により、道内でもより早くこの屋内ゲートボール場スパーク網走が竣工となったわけでございました。こういう雨模様の中でゲートボールを、雪の中でもゲートボールでという声は相当前から市民の方々から、そして議会の中でもご議論いただいたところでございます。ゲートボール場ワークで100箇所ご支援いただけるということを拝見いたしたわけでございます。それがきっかけとなりまして、このような立派なゲートボール場が出来上がったわけでございます。フリーボール1番このスパーク網走はゲートボール競技のほか、各種スポーツレクリエーションなど広く市民の体力向上に役立つよう設計されています。